小体区に伊勢佐、竹本三十六河川絵巻は、三十六河川を描いた絵巻物で、鎌倉時代に制作された。久保田藩主、佐竹家に伝来した三十六河川への草分け的存在にして代表的な作品である。書は後京国義経川藤原真実によると伝わる。元は、 上下2巻の巻物で各巻に18名ずつ、計36名の家人の肖像と、住吉大名人が描かれていたが、1919年12月20日に各家人ごとに切り離され、掛け軸層に改められた。原型とは異なっているが、一部を除き、重要文化財に指定されている。藤原近藤は11世紀初め頃に、四川州。 三十六人戦を戦した。これは、万葉集の時代から平安時代中期までの歌人三十六名の集歌を集めて歌合わせ形式としたもので、これら三十六名を後に三十六歌戦と称するようになった。本絵巻は、この三十六歌戦の肖像画に、その代表歌と略歴を添え、巻物形式としたものである。上巻、月巻ともに十八名の歌人を収録する。 下巻関東には和歌の神とされる住吉明神の景観が描かれた図があり、上海関東にも現在は失われているが、玉松姫明神、または下鴨神社の景観図があったものと推定されている。資本着色。元は末期古僧で上下二巻からなっていたが、上述のように1919 19年、上官は18枚、下巻は19枚に分割され、 三3 7のの掛け服装に改装されている。寸法は、縦が約36センチメートル、横は各幅によって差があり一定しないが、60から80センチメートル前後である。雲母の粉を散らすことで光沢が生えるキララすり漁師に、画の部分は、金霊、銀霊や、発色の良い絵の具を使って描かれている。墨吉明神、三ミネ造原純造各画,画面は、 まず河川の遺書を記した後、略歴を数行にわたって記し、代表下一種を二行書きにする。それに続いて、紙面の作法に河川の肖像を描く。上巻、下巻の構成はそれぞれ次の通りである。古来、絵の筆者は藤原真実、文字の筆者は後京国義常と伝承するが、確証はない。絵の筆者は数人の手に分かれており、 真実質の可能性が高い言葉天皇像よりは、様式的に時代が下るものと思われる。また、文字は13世紀前半の作である、上級本、北野天神園起絵巻の第3巻1.2段の言葉書きの書風に近いことが指摘されている。以上の画風、書風の検討、また、男性化人像の装束の胸部や、両収部の張りの強さを強調した描き方などから、 佐竹本の制作年代は、鎌倉時代中期、13世紀と推定されている。なお、佐竹本の遺書、略歴等の文字には、古字脱字の多いことが指摘されている。描かれている歌人たちは、万葉集の時代から、下っても10世紀頃までの人物であり、当然ながら、現実のモデルを前に制作された肖像ではなく、理想化された肖像である。 画面には、歌人の姿のみを描き、背景や調度品等は、一切描かないのが原則であるが、中で、身分の高い災遇女王、騎士のみは、運元園の上げ畳に座し、背後に屏風、手前に基調を置いて、格の高さを表している。36名の歌人の男女別内訳は、女性5名、男性31名である。女性家人は、上記の災遇女王のほか、 コウオキミ、オノコマチ、ナカツカサ、イセで、コウオキミ、オノコマチ、ナカツカサはカラギヌに、モノ清掃であるが、イセはカラギヌを略す。女性歌人のうち、西宮グー女王が慎み深く、袖で顔を隠している。また、絶世の美女とされた、オノコマチは、顔形が見えないように後ろ向きに描かれ、容姿については干渉者の想像に委ねる形となっている。 男性家人像は、束帯姿 18, 脳死姿7、仮衣姿に、か、衣姿に、僧侶にとなっている。男性像では、藤原沖風、藤原明忠は、後ろ向きの体勢で描かれ、藤原中文は足を縦膝とするなど、単調になりがちな画面に変化をつけている。なお、大志高知の三つ根の図は、当初のものが失われ、江戸時代に、 蚊の単流筆のものに変わっている。木つ雪の文字の部分も候補である。36河川は、近世に至るまで画像、学園など様々な形で絵画化され、遺品も多いが、佐竹本36河川絵巻は、揚げ畳本36河川絵巻と並んで36河川図のうちでも、最古の遺品であり、鎌倉時代の山和絵系肖像画を代表する、作品と評されている。 旧久保田藩主、佐竹公爵家に連来したことから、佐竹本と呼ばれる。大阪在住の文人、木村健阿堂の健阿堂雑録によると、元は、平金森像増田公この絵巻は前述の通り、佐竹公爵家に連来したものである。明治維新以降、家禄を失い多くの武家が没落したが、それは家族に劣した、大名家も、例外ではなかった。 実業家などへの転身に成功した一部を除くと多くの大名家が次第に落泊し、明治末期から昭和初期にかけて家宝の売却などでしのがなければならない事態に追い込まれていた。佐竹家は給料の山林を政府に剣能して国有林とし半世紀に大きな収入源であった秋田杉を失ったことで家計を維持できなくなっていた。 1916年、家族世襲財産法が改正され、家族が所蔵する古美術品を売却することが許された。1917年11月5日、東京両国の東京美術クラブで、佐竹家の所蔵品300点の売り立てが行われ、36カセン巻きは、東京と関西の古美術業者9点が合同で35万3000円で、落札した。単純には比較できないが、 当時の1万円は21世紀初頭現在の約1億円に相当するとされる。あまりの高額のため、業者一社では落札できなかったものである。同年、この絵巻を購入したのは、実業家の山本忠三郎であった。山本は、松正陽公という貿易商社の社長を務め、第一次世界大戦中に、海運業で財を成した人物で、 朝鮮半島で大規模な虎狩りに行ったことから、虎大臣の異名を取るなど、莫大な資産を誤解に参じる、数々の武勇団が伝えられている。第一次世界大戦の終戦による、経済状況の悪化に伴い、わずか2年後の1919 19年に、山本は、この絵巻を手放さざるを得なくなった。ところが、自説柄、高価な絵巻を一人で買い取れる、収集家は、 どこにもいなかった。絵巻の買い取り先を探していた、服部七兵衛土橋え、どばらの古美術賞は、茶人、美術品コレクターとして巧妙だった、実業家の増田校のところへ相談に行った。大コレクターとして知られた、増田もさすがに、この絵巻を一人で買い取ることはできず、彼の決断で、絵巻は河川数人とごとに分割して譲渡することとなった。増田は、 実業家で茶人の高橋義を、同じく実業家で茶人の野崎博史太氏を世話人とし、絵巻物の複製などで、名高い美術研究家の田中地下美を相談役として、36河川絵巻を37枚に分割し、くじ引きで希望者に譲渡することとした。抽選会は1919 19年12月20日、東京の御殿山にあった、マスダの辞邸で行われた。 中選会が行われた建物は王居館と呼ばれ、後に東京国立博物館の構内に移築されて現存している。同年12月22日付、中外商業新報がガウンから順次に打ち振る青竹のくじ島をついに分かたれし36河川と題して報じたようにくじは竹筒に入れた棒を引く方式だった。中選会には増田自身も参加し、また、 旧所蔵者の山本忠三郎にも、源の宗行を描いた一枚が譲渡されることになっていた。価格は3000円からで、男性貴族や僧侶に比べて、女性の河川へ入手を望む参加者が多かった。マスダは、36河川の中でも、最も人気が高く、最高値の4万円が付けられていた。最後に用語の入手を狙っていた。通説では、くじ引きの結果、 マスダには最も人気のない僧侶の絵が当たってしまい、すっかり不機嫌になってしまった。それで、西宮尿簿のくじを引き当てた古美術賞が自分の引き当てた絵と交換しましょうとマスダに提案し、マスダは西宮尿簿を入手して満足そうであったという。なお、マスダが引いた僧侶は蘇生防止とされる。もっとも翌12月21日付、 東京朝日新聞による本件の報道を見ると、マスダが最初に引き当てたのは、僧侶像ではなく、源の順像だったことになっており、細かい点についての真相は不明である。これら37分割された河川像は、その後も、社会経済状況の変化、第二次世界大戦終了後の社会の混乱等により、次々と所有者が変わり、公立、私立の博物館、 美術館の所蔵となっている作品も多い。1984年11月3日、36、河川絵巻の分割とその後のルテンをテーマにしたドキュメンタリー番組、絵巻切断秘宝36河川のルテンマイナスが NHK テレビで放送され、関連書籍が発行されたことにより、この件は、さらなる注目を浴びることとなった。1986年には、当時東京、 赤坂にあったサントリー美術館で開館25周年記念展36河川絵が開催され、佐竹本36河川絵37点のうち20点が出品された。個人像となっている36河川絵もあり、サントリー美術館で展覧会を担当した坂木原悟は29点の所蔵者に協力を、 依頼したものの、了承を得られたのが20点分だったと回想している。坂木原は、絵巻物の分割は、文化財保護を重視する現代から見れば、とんでもない話であるが、多くの人が干渉する機会を広げた面もあると、語っている。2019年10月12日から11月24日には、京都国立博物館にて特別展。 ルテン100年佐竹本36河川へ登場の日が開催され、佐竹本36河川へ巻きの段三37点の、うち、三つ根、猿丸、西宮、清正、伊勢、中塚さを除く31点が出展された。分割が行われた1919 19年当時の所有者と現所蔵先は中期を除いて、 主に参考文献に挙げた、秘宝36河川のルテンエマ切断による、ABCDEFGHI 特別展、ルテン百年佐竹本36河川へ登場のび、日本経済新聞2019年10月5日、長官28から29面1919 19年に切断されたとする資料が多いが、刃物等で切断したのではなく、 つないであった漁師の継ぎ目を剥がしたものである。伊藤敏子、1984? シ母通る 1986? ルテン100年佐竹本36河川へ東朝のび、天、九時に託された名品の運命、日本経済新聞長官2019年10月21日、同展覧会の図録によると、次の20点が出品された。ひとま成平。蘇生、金田、 宗行、俊行、金森、住吉明神、り、行、伊勢、返上、小町、じ田つらゆき、高光は、より元、茂し信明、元助、元あ中も展覧会公式サイトハット AB 本件は、文化、三立ハットリ美術館への移動は次の資料から、確認できる指定文化財、遺跡のご案内を参照。ありがとうございます。